子猫の地位が始まるよ。きっと家族で遠出だから喜んでるんだよ。そっか、ちぃよかったね。ここ嫌だ、ちぃお家帰る。テントを張るか。傭兵、チーを見ててね。はーい。キャンプでは役割分担が大切なんだぞ。お父さんは力仕事係だ。じゃあ私はご飯係。僕は？僕は何の係？そうだな。じゃあ特別にカメラ係に任命しよう。わーい。でも傭兵の写真が残せないわ。そっか。いいの。僕カメラ係やりたい。ちぃ。ちぃは遊び係だね。広々していて気持ちいいな。このキャンプ場は3つのエリアに分かれてるんだ。広場エリアにはたくさんの草花、湖エリアでは釣りができて、森林エリアの頂上にはモミジの滝があるそうだ。モミジの滝？すっごく綺麗らしいぞ。楽しみ。おーい、みんなすごい。あ、ちぃ。もうちぃってば。外にあるものは食べられないんだよ。そんなことないわよ。動物が食べているものは大抵人間も口に入れて大丈夫なの。動物？例えば、あれ食べられるの？ええ。はい、あんして。あー、ミワさん、僕もあーん。
うんうんうん、うん、スーパーなんだこれ食べられるけど美味しいとは言ってないわよ。お母さんスーパーい。あらちー、気に入らなかった？にゃじゃあお詫びの印に。これは何だ？これでアイスを作りましょう。理科の実験みたい。ワクワクするな。まずは缶の中に牛乳とクリームを入れます。ミュークラ、ミュークミュークあら、はい、どうぞ。わーい、いただきます。おいしい。材料を入れたら缶をガムテープで留めます。持っちゃった。次に塩と氷が入った缶に入れます。これをひたすらシェイクするのよ。ようやく力仕事の出番だな。ぬー、こんなもんか。まだまだ。足りないわ。困った時は発想を変えればいいの。どういうこと？足を使えばいいのよ。足を使う？サッカーだ。ピンポーン。よし、おいくぞ。パス。よっと。よへ。ジまさか湖に。そんな、ジー！ジー！大丈夫？怪我してない？面白かった。ジーが無事でよかったけど、アイスは無事じゃないかもな。大丈夫よ。いただきます。甘い。美味しい。よし、次は湖エリアだ。わあ、獲物だ。なんだこれ。すごい。にゃー。もうクタクタだ。夕食の準備をしましょうか。え、森林エリアには行かないの？また今度にしましょう。でも、もみじの滝の写真撮りたい。夕食の準備をしないと。じゃあ、僕とチーだけで行ってくる。子供だけで行くなんて危ないよ。でも僕、カメラ係だから重大な任務なんでしょ。え？それじゃお願いしようかな。傭兵、素敵な写真楽しみにしてるわ。え、おいおい。大丈夫、男の子は冒険しなくっちゃ。うん、ち、行こう。にゃ
しも何かあったらどうするんだ。平気平気ち、行こう、もみじの滝。二人だけで大冒険だよ。傭兵と二人で山登りだって？大丈夫、二人ならきっとやれる。次回、チー冒険する。登るんだチー。